楽天証券株式デリバティブ事業部の松村です私の方からはここから30分アメリカ株式市場の見通しと銘柄選定についてお話ししていきます <laughs> 講演内容ですけども最近不安定に推移している株式市場ですが今何が起こっているのかそして今後の見通しについてお話しいたします その後ですね今後のアメリカ株投資、リスクを取っていっていいのかどうかについても考えていきたいと思います。そして最後に、ですね最近、話題を呼んでおりますバイデン政権の施策から恩恵を受けそうな銘柄について確認していきたいと思います。はい、でまず、株式相場の <laughs> 振り返りですけども。 えー、これは年初来からの推移を表しておりますが、えー、2月の中旬からですね様子があ一変しております、えー、指数によって明暗が分かれているような状況で、まあ、これまで花形だったナスダック100、えー、チャートでいうと、えー、ピンク色ですけどもこちらがですね2月から下落が始まっておりまして、まあ、年初来比でもだいたいプラス 2ぐらいいのところまでまで落ちてきてきす一方です、ね、これまであまり注目されてこなかったあダウ工業株ですけれども、こちらは堅調に推移していまして、えー、年初来比でもプラスのです、ね、7%以上で推移しているような状況です。でもう一つです、ね、新しいトレンドが出てきておりまして、 でそれは、えー、これまで花形だった、えー、グロース株のパフォーマンスがやはり落ちてきているんですけれども、まあ、一方、えー、割安感が売りのバリュー指数こちらが好調、えー、に推移しております年初来でも約9%プラスのところまで,です、ね、上昇してきておりますで、えー、この2月以降のトレンドの変化、えー、どうして起きたかですけども 背景には経済の V 字回復期待がありますでこの表は FOMC で公表しているアメリカの経済の見通しで上段が12月時点下段が今週発表になったばかりの3月時点のものになりますでオレンジに塗ったところが予想なんですけども 大きな情報修正があったことが一目瞭然かと思います。実質 GDP について見てみますと、前回は2021年4.2%プラスの成長見込みでしたが、今回はプラスの6.5%の成長に大きく修正されています。引き上げた背景にはです、ね、ワクチン接種がかなり順調に進んでいることであったり、 バイデン政権の大規模な追加刺激策がありますでバイデン政権の施策については、ちょうど先週ですね、1兆9000億ドル日本円にすると約200兆円という大規模な経済政策が成立しました。中でも目玉となったのが、1人当たり1400ドルの直接給付ですけれども、 これがです、ね、子どもにも支給されますので、例えば子どもが2人いる夫婦の場合、最大で5600ドル、日本円に直しますと、約60万円が一気に支給されます。で給付金ですけれども、まあ、去年の12月にも別途ド600ドルが支給されておりまして、その効果がすぐに1月の小売販売に現れておりましたので、 まあ今回、ですねその倍以上の金額の給付金というところで、これから消費がさらに上がってくる可能性が高まっています。でこうした動向を受けまして、コア PCE の方の見通しも情報修正されています。前回はことし1.8%でしたけど、今回は2021年プラス2.2%まで上昇するというシナリオになっております。 もともと FRB のインフレターゲットの平均というのが大体2%で、まあ、それを超えると金融引き締めの可能性が高まるというものでしたけども、まあ、今回の予想ではもう今年の時点ですでに物価が2%を超えると想定されています。で FRP はじゃあ金融引き締めに動くんですかというとそうではなくてむしろ逆で。 まあ、FRB は当面の金融緩和、まあ、継続の意向を示しています。えー、つまり FRB は、まあ、それが一時的である限り、えー、物価の高騰を許容したような形になります。でこのスタンスについては、まあ、ポジティブな見方とネガティブな見方がありまして。 まあ、ポジティブサイドとしてはまあ、物価がまあ。今年は急騰するけども、来年は落ち着いていきますよ。というですね。当局の予想を信じて、まあ、2023年末までの、えー、ゼロ圏ゼロ金利の継続を描くパターンがあります。一方ですね、えー、来年ももし物価が高騰した場合に frb は対処できるんですか？といった懸念や。 まあ、2023年末ではなくて、もっと早い段階での利上げがです、ね、あるんじゃないかという警戒心を高めるような動きも出てきています。でこの警戒心を、えー、最も表しているのが、このグラフのアメリカの10年再利回りになります。えー、コロナ禍前の2019年頃を見てもらいますと、まあ、3%前後あったんですけども。 昨年コロナ禍を受けて急落して2020年8月4日に0.51%をつけましたただ今年に入ってですね特に2月に入って利回り急上昇を続けておりまして3月16日時点では1.62%直近では1.72%まで上昇していますこの背景にはですね先ほど申し上げました 非常に高い経済成長率を織り込む動きがあるんですけれども、まあ、おそらくそれだけではなくて、まあ、物価の高騰が続いた場合の、えー、金融引き締めもです、ね、想定している流れかと思います。えー、そして、この流れが仮に続いてしまいますと、まあ、グロース株にとってはネガティブだと考えられます、えー。わずか7ヶ月の間に利回りが3倍以上に上昇しておりますので、 これまで見逃されていた高いバリエーションが意識されやすい状態になっています。一方、バリュー株ですけれども、グロース株と違って、バリエーションがこれまで高騰してこなかったことに加えて、銘柄によっては今期、業績を急回復する企業も多いですので、足元で変わりやすい状況になってきています。えー では、その債券利回り上昇の背景になっている物価の高騰というところが実際にこれからも続くのかというと現時点ではその可能性は低いと考えています。でこの表がです、ね、インフレ連動10年債と、えー、アメリカの10年国債利回りを比べたものになりますが、まあ、先ほど確認しました通り はい、10年代利回りの方は、えー、上昇を継続中ですで。一方、インフレ連動債の方は、えー、上昇がですねでに一服しています、えー。このインフレ連動債ですけども、えー、元金が、えー、物価の経済指標である先ほどの、えー、コア p c e こちらに、えー、連動して増減する債券で、まあ、インフレのヘッジなんかに使われるんですけども、 その利回りはインフレを除いた実質金利ととして捉えることができますその利回りが足元落ち着いているということは物価の継続的な上昇の可能性が低いと市場が示唆しているように見えます実際足元で警戒されている物価の高騰ですけれども半導体の不足など まサプライチェーンの一時的な問題が含まれておりますのでまそちらが解決に向かうと物価の上昇率落ち着く可能性が高いと思いますこういうあのサプライチェーンの問題とか、えー、短期的なインフレではなくてまあ、問題になるのは長期的なインフレでまあ、それを示唆するのはですね例えば、えー、雇用統計の平均時給だったりしますけども 足元も平均時給高騰しているようには見えませんので、まだ長期的なインフレ継続を警戒するような局面ではないと思います。えー、こうした中ですね、えー、結局、じゃあリスクを取って下がったところを買っていけばいいのか、えー、迷っている方も多いと思いますが、えー、まず最初に確認したいのは、こ、まあ、今年は昨年の後半と違って、 右肩上がり一辺倒のような推移にはならない可能性があるということです。あの昨年が非常に特殊だったということでもあるんですけども、こ今年はまあリスクオン、リスクオフをこれから判断するような分岐点がたくさんあって、グロース株のみを長期保有するといった戦略はリスクが高いと思います。状況に合わせて、バリュー系の銘柄もポートフォリオに入れて、 まこここままめににポポジションン調整ををすするとととで、えー、着実に利益を取っていいくことが今年のポイントだと思いますで状況に合わせてというところで、まあ、こんな場合はこうなるよというものをフローチャートにしてみましたが、まあ、現状は先ほどからお伝えしています通り、まあ、経済を拡大に期待が集まっていて物価の高騰は一過性というのが今メインシナリオです。 えーまあ、経済拡大することで市場自体はいいんですけどもグロース株には向かい風が吹いていますそして、えー、この後進む道大きく四つありますグレアに塗っているところは、まあ、可能性としては低いテールリスクで三、まあ、番の、まあ、みんなが思っているような経済の成長が何らかの理由で頓挫した場合であったり四番の物価高騰が、まあ、今年の後半になっても 収まる気出しがなかったような場合は相場全体が下がります一方最も歓迎したいパターンは1番です利回りの上昇は一服してかつ経済の拡大も予想通り進むようなケースですこれが実現するには物価高騰懸念の落ち着きが必要になってきますけどもこのパターンでは相場が全体的に上昇する局面に入っていきます 一方、何らかの理由で経済,スピ経済成長のスピードが遅くなって、それによって債券利回りが低下するような場合は、えー、経済回復の恩恵を受けるバリュー株が売られて、グロース株が買われる展開になってくると思います。えー、また2番、えー、米国債利回りの上昇がこれからも継続した場合、こちらは引き続きグロース株には向かい風、バリューには追い風が吹くという流れです。 ただし、あまりないと思いますが、最近利回りが3%を超えて、グロース株が本格的にいられてしまうと、バリューとかスクリカルも利益確定の売りが広がる可能性があります。そして、ですねこの利回り問題の後に控えているイベントが、大企業や富裕層、配当所得などをターゲットにした増税です。 えー、まだ内容が確定していないためまあ、影響は未知数ですけども、えー、まあ、トランプ氏の法人減税がなくなるのであればまあ、多くの企業に影響が出るとみられます、えー、この増税が A のようにまあ、急速な経済の回復を緩和する材料と捉えられたら結果は あ相場結果的に堅調に推移しますけども、まあ、B のように、まあ、想定以上の景気の減速につながるという懸念が高まってしまうとここでまた相場全体は低迷ただしグロースが買われる可能性が出てくるといった展開になります、えー、また、えー、イベントにこれはまだあの可能性低いと思いますけども FRB が金融引き締めを示唆するような発言をしてしまうと それは市場への資金流入減少につながりますので、ここでもまた相場が下がるような局面が出てくるかと思います。ということで、いろんなパターンをお話ししましたが、まとめますと、金利の上昇は一服する、もしくは経済成長率が緩やかになるという局面になると、グロース株は上昇するチャンスがあります。そして物価の高騰が 本当に年後半に入って落ち着けば金利の上昇も落ち着く可能性が高いです。その観点からはグロース株特にま年後半にかけて反発する可能性があります。ただし、このシナリオがま市場に浸透するには当面物価の推移であったり、ま期間が時間がですねかかる可能性が高いです。ですので、ましばらくは今 モメンタムにもなりつつある、まあ、バリュー株であったり、シク,クリカルの株、こちらも保有して、まあ、リスクを分散していく、まあ、そういった戦略がです、ねえー、これからポイントになってくるかと思います、はい、そして、えー、全くこれまで成長株一辺倒で、まあ、バリュー株持ってないよという方のためにですね。 まあ簡単にそれが拡充できる ETF を1つご紹介したいと思います。バンガードの米国バリュー ETF になりますけども割安感のある大型株に投資しています。バリュー株の定義なんですけども将来の利益や純資産などで評価した企業価値に比べると株価が割安であるものを指しますがこれをですね自分で一から探し出すのは 難しいいい面がありまますすすので、まあこののでこような ETF を活用するのも良いと思いますで組入れ上位銘柄を見てみますと、まあ、納得できるものが多くて、まあ、1位の JP モルガン・チェイスはアメリカ主位の銀行で、まあ、今期以降は貸し倒れリスクの低下や、まあ、金利の上昇から恩恵を受ける可能性が高い銘柄ですし、えー、3位のジョンソンジョンソンこちらは 一時期、ワクチン開発の期待がですね、白落するような局面があったんですけども、今期業績2桁成長となる見込みで、配当利回りも比較的高い銘柄です。こういった銘柄に加えて、8位のインテルや、10位のエクソンモービルなど、厳しい環境にあるような会社も組み込まれておりまして、全体としては業種も分散された ETF だと考えております。 次にシクリカル銘柄なんですけども、こちら、意味としては、景気循環銘柄のことを指します。景気の変動によよって大きく業績が作用されるような企業を指しますで,今年ですけども、コロナ禍の影響が一巡して、かつバイデン政権下の施策も入ってきますので、経済が急拡大する特別な年です。 そういった変化の波に乗れる企業が今年注目を集めやすくなります。でこの表は S&P500 の各セクターの EPS 増減率を示したものですが今年利益を大きく伸ばすのはエネルギー資本財サービス一般消費財サービスと予想されています。この3つのセクターですけども去年最も苦戦した業種でしたが今年 そししてて来年も、えー、大幅なな増益が続く見通しとなっていますで。このうち、えー、経済の急拡大という観点から、えー、最も恩恵を受けるのが、えー、景気循環株の代表、えー、資本財サービスセクターになります。はい、でこのシクリカル銘柄に関しても、まあ、それをターゲットにした ETF がありましたので、ご紹介いたします。 えー、スパイダーの資本財セレクトセクターというもので、でこれは S&P500 の資本財セクターと連動することをターゲットにした ETF になります。え組入れ銘柄を見てみますと、総、ま、じ、あ、て利益予想が堅調な銘柄ばかりですで。その中でもボーイングと GE が大きく利益を増やす見通しになっておりまして、まあ、どちらも航空機需要の回復から恩恵を受ける見込みですが、 特に GE は効率が悪かった航空機リースの売却や負債の長期的な削減など足元でまあ大きな改革を発表しておりますので、まあ、将来的な収益性が向上するといった期待が高まっている銘柄です。でどちらの銘柄も,もうすでにアナリストの目標株価をです、ね、少し上回る水準にあるんですけども、まあ、その他の銘柄についてはまだまあ上昇の余地が。 残る部分がありますので、まあ、ETF 全体としては、えー、バランスの取れた構成になっていると思います。えー、また、えー、バリューとかシクリカルとか、そんなまめに銘柄チェックできないよという方は、まあ、配当の獲得をです、ね、集中して狙っていくのもありだと思います。まあ、高配当系の ETF でもいいですし、まあ、個別であれば、この表の銘柄が、えー、参考になるかと思います。 青色で囲っている JP モルガンとシティグループ、まあ、こちらは金利上昇で追い風が吹く銘柄で、一番下の黄色の部分ですね、こちらはシュブロンとエクソンモービルは、原、ま、油、あ、価格の上昇で追い風が吹く可能性がある銘柄です。ただし、あの原油の値段が下落すると一気に株価が下がりますので、その点には注意が必要でもあります。 最もお勧めできるのは、やはり赤く囲った銘柄で、P&G とかジョンソンジョンソン、ペプシコなどがありますけれども、こういった銘柄であれば、景気が仮に後退した場合でも、比較的影響が少ない事業を展開しています。はい そして最後の項目ですけどもバイデン政権の施策から恩恵を受けるセクターとメガイについて簡単にご紹介したいと思います。注目セクターはインフラと消費になります。このうちインフラ投資ですけども現金給付に続く大規模な刺激策として足元で注目する報道が増えてきています。 まだ内容は不明なんですがバイデン氏大統領選時にクリーンエネルギー関連を含むインフラ投資に4年間で2兆ドルを投入すると公約していましたこの施策に向けて動き出しているようで夏ごろの法規の制定を目指している模様です過去の演説では電気自動車や高速鉄道への投資意欲を表していましたが それに加えて、国民の要望が大きいと考えられる道路や鉄道の刷新も盛り込むと考えられます。関連銘柄、簡単に紹介していきますと、まずキャタピラーですけれども、世界首位の重機メーカーになります。建設や工業に使う掘削機やトラクター、ディーゼルのエンジンなどを製造しています。 この企業ですけれども、まあ、シクリカル銘柄の一つで、まあ、世界の鉱山の開拓需要であったり、え建設の需要にえ業績、大きく左右されます。そのため、まあ、2020年度、まあ、利益41%減と苦戦しています。えただしえ、キャッシュフローは比較的安定しておりまして、え2020年の営業キャッシュフローは8%減にとどまっています。 財務の方も長期の債、ね、務の急増といったものも見られずに増配も継続できている、まあ、シクリカル銘柄ではありますが優良、まあ、企業の側面も備えている銘柄になります。で今期以降、世界経済が回復に向かう中で業績も回復してきますしバイデン政権のインフラ投資がかなえばさらにトップラインが伸びる可能性がある銘柄です。次に トリニティ・インダストリーズです。でこちらはです、ね、鉄道の車両をリースしている大手企業になります。貨物列車やタンク型の車両を鉄道会社などにリースで貸し出すほか、第三者が保有する車両のリース管理も行っています。自社保有と第三者保有を合わせて12万5000両以上の車両を展開しています。 この企業ですが、まあ、鉄道車両の貸し出しという特殊な,特、えーまあ、特殊な事業を展開しておりますので、えー、マクロ環境の影響を非常に大きく受けます。シクリカル銘柄です。えー、しかも、まあ、レンタルではなくてリースというところで、えー、貸し出し期間が数年単位と長いですので、まあ、鉄道会社側の需要も読みづらいといったリスクがあります。ただ、今期に関しては、 マクロ環境の急回復局面というところで、同社の業績も急回復する可能性があります。足元では農業とか消費関連の輸送に回復の兆しも出てきておりまして、各種、コストの削減も進めておりますので、会社側は2021年後半の収益性改善に自信を示しています。あの かなりシクリカルの要素が大きいので、長期保有には向いていないんですけれども、この局面では投資妙味がある銘柄と考えています。そして次にユニオンパシフィックです。こちらは、えー、鉄道会社の一角になります。アメリカの西海岸や、えー、メキシコ湾などの西部から、えー、中部、東部につながるゲートウェイを結ぶルートを展開しています。えー、でこの会社 石炭とか原油関連の需要に左右されてしまうんですけども先に挙げた2社と比べると比較的安定した業種です2020年度も2%の現役にとどまっていましたで2021年について会社側は輸送数量の増加と生産性の向上によって営業利益率が1.5%から2%改善する見通しを示しています でこの会社、少し地味に見えるかもしれませんが、まあ、収益規模がまあ鉄道会社の中でもトップクラスで、まあ、キャッシュフローを着実に生み出す企業といえます、えー。2020年も苦戦してましたけれども、営業利益率40%強、ROE も30%強と、まあ、収益性が非常に高くて、配当も増配傾向。 足元の配当利回りも2%弱ほどある銘柄になりますで。次にクワンタサービスですけれども、こちらは電力会社の変電設備や再生可能エネルギーの施設の設計やメンテナンスを手掛ける特殊工事請負い会社になります。でここ、まあ、数年の利益は右肩上がりの会社で、 調整後 EPS は2桁の増益が続いておりまして2020年度も15%増益で着地しています顧客が電力会社なんですけれどもそういった電力会社の設備の老朽化が追い風になっている銘柄です今後もこういった老朽化に加えて電力会社のクリーンエネルギーへのシフトであったり あとは、この電力会社の技術者が高齢化してきておりますので、それを背景にした同社への委託増加によって、今後も業績が拡大する可能性が高い銘柄です。そして最後に、ワルカンマテリアルズですけれども、こちらは建築骨材の大手になります。建造物に使うモルタルやコンクリートの調合に必要な砂や砂利を製造・販売しています。 業績も2013年度以降はずっと右肩上がりに増加していた企業で2020年度はちょっと利益が減ってしまいましたが足元では住宅建設の需要が堅調に推移して,おるしているほかコストの削減も進めておりまして市場予想では今期以降利益の拡大が続く見通しになっています。 はい、次に消費系の話題ですけれども、こちらに注目している理由は、景気刺激策の恩恵を受ける可能性が最も高い分野であることに加えて、バイ,バイデン大統領が、中低所得者層の雇用に積極的な姿勢を示しているからです。大統領選時には、子育て世代や介護世代をサポートしたいと表明していましたし、 アメリカ製の製品を買い上げる施策で製造業の雇用も増やす意向を示していました。ま有限実行というところで、ま今回の追加経済の刺激策でも所得者低所得者世帯の子供に関する税額の控除の拡充なども盛り込むことができています。関連銘柄としては皆さんご存知の銘柄を取り上げています。 ウォルト・ディズニーですけども、まあ、消費系の中でも特殊な位置を築けている面白い銘柄です。今期はまだ現役見通しですけども来期からはテーマパークの開園やクルーズ船サービスの再開などが期待でき大幅な増益が期待されます。この銘柄は単にコロナ禍からの回復というストーリーだけではなくて ディズニープラスとといいいいう新しし成長要素を作っててることに注目していますディズニープラスですけどもディズニー公式の動画配信サービスでアメリカでは2019年の秋日本では去年スタートしたばかりの新しい事業になりますが急速に拡大しておりまして会社側は利用者が2024年までに2億3000万人から 2億6千万人ままで増加すする見通ししを公表しています次にスターバックスですけれどもこちらも出勤や通学の人通りが戻れば業績の回復が期待できる銘柄ですがこちらも長期的なストーリーが健在というところで今大体いい3万3000店舗ぐらい世界で展開してるんですけどもこれからも中国を中心に出店を進めて 2030年度までに店舗を5万5千店まで拡大すると投資家に明示しています至る所に店舗があるので伸びしろが少なく見える企業ですけどもドライブインタイプなど業態工夫することで出店の余地を見出しているようです次にビザですけどもこちらはクレジットカードの決済ネットワーク最大手で誰にも侵食されないポジション を築けてていいると言って良い会社ですで株価がです、ね、しばらくずっと動いてなかったんですけど、まあ、2月以降、堅、え、調、ー、に推移し始めていまして、まあ、消費関連盛り上がりの期待もあって、えー、再評価されているように見えます。次にナイキですね、えー、こちら、まあ、給付金特にあの子どもにも給付金が当たってきますので。 まあ子ののの給付金のまあ需要を取取りり込める企業の意思としてて上げています、えー、そしてえ最後にチポトレですけどもえこちらは無添加ファーストフード店でえ去年デリバリーを一気に成功させて評価が高まって株価も急上昇しましたですのでまあ今年はお休みとも思える銘柄なんですけども足元で宅配メニューの値上げをですね平均で13% も実施できておりまして、でかつ健康志向の要請に合わせた新メニューなんかも開発,開発していて、えーまあ、外食産業自体は、まあ、食品の値上がりや、まあ、今後の従業員の時給上昇がリスクになるところですけれども、まあ、同社に関しては、まあ、値上げで影響を吸収できる可能性があると見ています。えー、以上で,です、ね、今回の講演内容,内容をすべて、えー、終了いたします。 振り返りますが、今年は去年と違って、リスクオンとリスクオフの分岐点がたくさん混在しています。それに対応して、また新しいトレンドに乗っていくために、えー、バリューとかシクリカルなどの銘柄にも分散投資をしていった方が良いと思います。そしてて話題呼びややすいいバイイデンン政権の施策についてはインフラや 消費関連が物最後にですね楽天証券の外国株チームからのお知らせで、えー、1つ目は今開催している米ドル買い付け手数料キャッシュバックキャンペーンです、えー、ホームページからエントリーしていただいて、えー、外国為替取引で米ドルを買った場合キャンペーン期間中の米ドル買い付け手数料相当額を キャッシュバックいたします2つ目はアメリカ株式の機能拡充についてですこの春のリリースに向けて iSpeed で逆差し値注文ができるように社内で進めていますどちらも詳細は楽天証券ホームページの外国株式ページに掲載していますのでぜひご確認してください以上で講演を終了いたしますありがとうございました